総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など実践ルールはご覧の通りです。37回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは1回戦第2試合、あなたのジェロス VS 塩姉の後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのは塩姉でした。えい、やっぱりなんもないとね、結構外れるよね。でも復活パターンもあるから。あ、来た、このパターンね、やっと当たった。大道後281回転、総投資1万3000円で大当たりをゲット。しかし単発です。それじゃシンフォギアは勝てんよ。さらに2回目の初当たりも入らないよ。これまた残念ながら単発終了です。入らないとまた341玉だよ。そんな中、無双をチョイスしたチェロスは中が見えんからな、天竜とかと違ってよ。もう台のこの入った中で何やられとってもわからんでな、これ。俺はデジパチ全部そう思っとるぞ、俺は。だからデジパチ嫌いなんだよ、俺は。こんなもんはな、自分人間が人生をかけるもんじゃないわ。中見えんのだよな。人間ドキュメント見せれてるかな。こっからだよな、こっからだと思うわ。俺のドキュメント最後まで見てください。スタートから3時間、チェロスがノーゴールのまま軍資金の半分を使い切り前半戦終了。対する塩姉もすでに追加投資中と完全な泥仕合になっています。今回戦いの舞台となるのは埼玉県八潮市の第一プラザ八潮店。500台収容の大型駐車場を完備しています。パチンコの設置台数は480台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん1パチ、0.5パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンコープ1回戦第2試合後半戦キックバック。さあ後半戦、ここからは前半戦より本気で打ってきます。まず、この後の投資2万円もうポッケに裸で入れときます。これをですね、俺いちいち出すために手を離して財布ごちょごちょやってってやってるから回転率が下がるんで、もうこのまま一気に、一番回る状態をキープして回し切りますよ。まあ、当たるにしろ当たらんにしろですよ、とにかくできることは全てやって終わりたいと思います。後半戦です。はい、今日はですね、いい台つかめたんで、あとはシンフォギアチャンス入って連チャンさせるだけなんで、後半戦再び初当たり目指して頑張って打っていきたいと思います。ディレクターに塩根は最終決戦ダメだよって言われたから悔しいから頑張りたいと思います。まあね、私もダメだよって思ってるけど入んなかったら多分負けちゃうからな。さあ現在僅差でリードする塩根、後半戦幸先の良いスタートを切りたいところですが、なんかお昼に担々麺食べたらめっちゃニラとニンニク臭いですけど自分がちょっさ帰りの電車大丈夫かな、ラッシュに当たりそうだけど。さて一方、最近臭い女が好きだと公言してはばからないチェロスは、やばいな、これはまずいな、この後に及んで回らないダメだとなると、あと2万円で
二の矢を放たなかんことになるでしょう。それはね、結構骨ですよ。やめよう。クソ、しまった、ミスった。どうせダメ、惑わされたわ。どうせダメだい。苦手な台を打ってしまった。ろくなもんじゃ。あと1万8000円あります。でももうダメか。ちょっとね、立て直すわ。ホールの声を聞きますわ、ちゃんと。というわけで、この後に及んで改めて台探しとなったチェロス。もうダメか。どこだっけな。ネバーダイ。これじゃないな。ネバーダイ。ネバーダイ。出歩いている。ネバーダイ。どうしたんだろうか。ネバーダイ。これだよな。ネバーダイ。ちょっと触ってみようか。朝一から目をつけていたうるせえやつらラムのラブソング、まっさらな148番台へ移動です。ネバーダイ。というわけで、 AP うるせえやつらラムのラブソング、不安もいっぱいなので、ちょっと試し打ちして、ダメそうなら早めに撤退します。息臭い自分、息臭い4枚目です。ナイトミドルに4枚目入れると思わなかったな。まあ入んなかったら仕方ないですね。大切にあと2枚、まあ使わないのがベストなんですけど、使って打っていきたいと思います。4万円使ったんだって。一回も当たらぬまま。気持ち悪くない？俺キモいよね、チェロス。キモいわ、ほんとチェロスキモいわ。こういうとこほんとキモいわ。多分臭いんだろうなチェロス、多分。なんか部屋も汚いんだろうな、どうせ。キモいわこんな人間。はい、ラスト1万円。困ったの。8000円で209、26ぐらいあんね。やっぱね、ちょうど26×8 で208。キモいわ、ほんとチェロスキモいわ。タイムリミットまで残り2時間を切りました。また確率オーバーしたな。241回転だったよ。219分の1なんだけどな。ん？待機中。これがついたことは俺今までの実戦ではなかったんだけどな。これで導火線演出に行くと思うんだけど、短いわ。これがね、長きゃチャンスなんですよ。これは短い。ラムちゃんおったよ。ハートをつかめ。うわー、変わらずか色。チャンス。いやもう熱い言うとるよ。お、チェリー。いけ、いいん
チェロスついにやりました。やっと当たったね。総投資40,000円。待ちに待った本日一本目、反撃だ。さあ、水柄です。ここから ST に入れれるか。 50% だね。1/2、5分ですわ。大移動後245回転、投資金額は9000円でした。さあ、ここは是が非でも ST に突入させたいところですが、あー厳しい。赤まで行ってくれればいいんだけど。やった、来た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 。よし、よく言った。今まで俺実践してきた時は緑だったらもうほとんどダメだったんだよね。ここ一番よく入れた。 50% 超友引き坊主、 80% 以上の継続率だから。しかも今までの俺2回入れて2回当たらずスルーやってるから、さすがにここでスルーは確率的にも相当薄いと思うんで、さすがに結果出てほしい。あるべき連チャンを見せてほしいですね。ここはこんなん出たことないぞ。やった、よし、やってくれた。ついに当たった ST 中ゴール。423回転目で当たったわ。10ラウンドついに引いた。超電撃ボーナスついに引いた。当たってる、チェロさんが当たっているぞ。私待ってなきゃ。さあ、ここで一気にリードを奪いライバルを引き離したいチェロスでしたが、なんとなんと早くも ST 終了です。わずか2連チャン、期待の新生鬼娘とっちょ。終わりました。継続率 82% か 3% か 4% のやつ2連で伸びないか。ここでただ投資は40,000で止まって今1,303玉。しお姉さん多分投資38,500円だと思うんですよ。ちょっとカットあとこの台回るから回転率的にも全然引けを取ってないと思うんですよ。だからこのままもしお互い当たらず終わったら俺勝てると思うんだよね。もうあいつ休憩取ったら俺絶対休憩するからな。俺もう本当にさあやると、中身何出てくるかな。手紙見間違い見間違いではありません。奏での必殺技ラストメテオは大当たり濃厚のプレミアム演出です。なんでノイズ、あ、フルーツ柄。よし、よかった。611回転、待望のゴール。おめでとう。ありがとうございます。やっと当たった。チェロスの呪いがくっついたよ。ちょうど終わったところだったんです。
時短後実に610回転、21,500円の追加投資でようやく後半戦1本目。さあ本日3回目の最終決戦です。3度目の正直で勝利をつかみ取ることができるでしょうか。いつものメンバーですが、緑と青ばっかだよ。呪ったんちゃうこれ。あらこれ、これ呪っちゃったんちゃうこれ。これ呪い消えちゃったんちゃう。タイムリミットまで残り90分。ドキドキする。あ、足元がだらしなくなってきた。少年ちゃん、絶望感から足元がだらしなくなってきた。これはちょっと呪いが効いてる、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 効いてる。なんもない、なんもなかった。5回転どうだ。えい、呪った呪いが勝った。もうすごいニコニコしてるよ、後ろでチェロさんが。左打ちしましょう。もう困っちゃう。相当し38,500円までいっちゃったんで、結構やばいですね。足元がだらしなくなってきた。あと1時間だそうです。でもね、5万円まで あと7500円しかないから、多分当たらなかったら終わっちゃうんで、なんとか当てたいと思います。あと7500円で。しかも今おーって声が聞こえてすごい嫌なんですけど。熱言うとるやんよ、みたいなエフェクトが。あ、ぴっとるやん。熱を。これは何か起こしたい。一山当てたい。一山来い。びっくり。どびっくりやくもの。完結編一番熱いやつです。ストーリー系の一番熱いやつです。はい。さあ、名言出ますよ。うわあ、ダメだ。もう一つ。ああ、大丈夫か、大丈夫か。よし、来た。よく来てくれた。チェロス・アナターノ、3本目のゴール。最高、名作。もううるせえやつらの映画はなんでこんなにいいのっつうぐらいいいからね、いちいちね。さあ、これでまた4ラウンド分の出玉が得られるのもありがたいですよね。 ST 当たってれば本当に嬉しいですね。ここはここは大事ですよ。すごい勝負を左右するかも、超重要。さあ、ここが本日最大の勝負どころです。果たして、いけ、行け、行って、あ、緑か。よし、折った、折ったか。50%折ったわ。よく折った。ここでいい方偏った。初めて俺の確率がいい方へ今日偏ったね。当たった。ますます苦しい立場に追い込まれた塩姉、もうヘラヘラしている場合ではありません。一刻も早く反撃に出たいところですが、あら、これ90%ぐらいある予定っていうか、なんかあの返答開始時すぐに手紙が開いたら、そもそも暑いから。でもこれホゼロとかだったような気がする。これ70億かな、違うの、どういうこと、そんなんで当たんなくない。でも手紙からの絶唱ってめっちゃ熱いよ。
当たったよ当たったよ当たったよ、絶唱しなかったよ。法則崩れで大当たりです。おい、さすがに外さなかった。ゴール43,500円、マジでいい加減にしてほしいな。塩ネーも当たった。ただ、さっきの呪いが強力だったと思うんで、まだね、残ってると思うんですよね。どうする？なんかちょっとおまじないかける？どうしたら入るの？本日ここまで3連単の塩ね、この土壇場で4度目の正直なるでしょうか？わかった。じゃあ左手でも打ちますか。めちゃ打ちにくい。あ、すげえ左手。あ、金、やばい。これ当たるな。あれ当たるな。とうとう。外したら超ダイル90%。超ダイル超ダイル。超ダイル、マジで外さないでね。ついにやりました。左手すごい。ありがとうありがとう。ゴール左手ありがとう。マジで本当に助かりました。つながったよ、なんとか。さあ、悲願のシンフォギアチャンス突入を果たし、一気に反撃と思いきや、あっさり流れ星流れてくれるかな。まあ、確かになんかボタン3つとかストックしたような気がするな、前やった時。残るは保留4回転のみ。大丈夫でしょうか。3、2、1、0。おい終わってしまいました。ちょっと、ずっと左手でやんなきゃいけなかったの？その体勢つらいんだもん。641玉。まあ今日最高出玉だけどね。なんか後ろで左打ちしましょうっていう声が聞こえたんですけど、気のせいかな、振り返れないな。さあ、いよいよ残り30分。塩根、もう一度初当たりを引くことができるでしょうか。そんな中、順調に連チャンを伸ばしていたチェロスは、熱血鬼娘、言うほどか。赤い文字で言うほどかって思いますけどね。10ラウンド2回の5連チャンでした。はい、さあ、そんなわけでで、持ち玉3265、果たしてあと7分でどうなるか。俺はもちろん打ち続けます。当てとかないとやばい気がする。さあ、そして窮地に追い込まれた塩姉は、当たんないだもん。タイムズアップ、実戦終了のお時間となってしまいました。まあ負けちゃいましたが、2台見つけて5万円使い切らなかったっていうのは、7年前にチェロさんと戦った頃の私とちょっと変わったところじゃないかなと思います。なので、また近々、7年後ではなく近々、チェロさんと対戦できたら嬉しいです。今日はお疲れ様でした。もうシンフォギアだ、当分サイトセブンカップで打ちません。前半戦同様、両者大苦戦の後半戦でしたが、うるせえやつらへの移動が功を奏したチェロス、終盤の勝負どころでゴールを決め、見事接戦を制しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。疲れたね。疲れました。まあでもどうですか今日は。ある意味戻っちゃいました。戻っちゃいました。あの頃の、あの頃すごい思い出しました。なんか最後にシンフォギアチャンス入ってスルーするあたりとかすごい昔っぽいと思って、ガロの ST 入って4万7000円ぐらいで、
はしゃいでたらスルーするとか、なるほど、昔そうだったなってすごい思ったんですけど、はい、今日ずっとシンフォギア打ってて、はい、めちゃくちゃ回ったんですよ。ちょっとやばいぐらい回ってましたよね。やばいぐらい回って、ちょっと信じられない、これ本当に合ってんのかなっていうぐらい回ってたんで。ね、ですよね。なんでまあ仕方ないかなっていう、打ち散らかしたわけでもないし、はい、腕がなかったなっていう。そうですか。はい。僕でもね、少年最初僕と対戦したじゃないですか。はい、サイドセブンカップ初登場の時。はい。はい、あの時どうですか、記憶にあります？俺から呪いってかけられました？呪い、ファーって。でも今日かけましたよね。あ、バレてました。 3回目の初当たり取った時かけましたよね。ちょっと今ここヒクって なりましたよね。バレました。かけましたよね。あの こうやった時に。そうなんですよ。実はあの前に呪い玉を作ってまして、それをブワーってかけてたんですよ。でも当たったじゃないですか、はい、一応初当たりは引いたじゃないですか、はい、引きました。でも僕その後のあの保留に呪いをかけてたんですよ。もっと大事な方ですもんね、シンフォギアで言うところは。もう全ての総決算にってもうねっちょり呪いをつけてしまったんで。いや、呪い玉のせいでマジであのクリスと響きしか出てこないし、青と緑しか出てなかったじゃないですか。そうですよ。うわ、聞いてる聞いてると思って、でもどんどん下半身がだらしなくなってきてたし、もう疲れてきちゃってた。絶望感からもうなんかダーってなってきてたから、あ、聞いてるって思って、はい、でもだからある意味ね、また呪いをかけられてしまったということで。もうちょっと呪いかけられると7年決勝いけないんでやめてもらえます。本当だからあれですよ、あのずっとほったらかしだったでしょ。はい。ちゃんと除染してください。呪いは。もう今じゃ解いてください、はい、あのもういやもう僕でもどうもできないです。もう触らないでください。お願いします。今もうこの辺べっちょり、今べっちょりついてますんで。もう今シーズンはチェロさん応援するんで解いてください。私もう7年呪われちゃうから。じゃあ一緒にシャワー浴びようか。しょうがない、しょうがないよね。マジクズですね、クズですね、クズですね、相変わらずクズですね。そもそもろくなもんじゃない。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第2試合はあなたのチェロスがシオネーを下し3大会ぶりとなる準決勝進出を決めています。いや、苦戦しましたが、ま、相手がシオネーだったんでなんとか勝てました。いや、でもね、本当今日はね、ある意味機種選び最後のうるせえやつら ST200 回あったから、その分のね球を減らさなくて済む時間があったんで、なんとか勝てたかなと思うんで、次回山ちゃんボンバー、対戦する時もね、結構機種の特性をうまくつかみつつ、勝っていきたいと思います。山ちゃん、あんたの奥さん抱かれてるよ、アメフト部に。あっちもこっちも、あっちもこっちも、マミー。次回のサイチセブンカップは1回戦第3試合、春駆動 VS 平沢由紀の前半戦、山形のヒゲだるまと見た目中学生の女子パチンカーが激突。悶絶パチンコドキュメンタリーをドンミッシー。